はい、どうもピックスです。今回はですね、懐かしいトミカタウンっていうのかな、トミカタウンって書いてあるからトミカタウンだね。こちらを紹介していきたいと思います。トミカタウンオートパーキングゲート、割と安かったんでね、箱ボロボロっすけどもね、なんか中身見た感じその欠品してるものとかもなかったんでね。あとハローマックで買ったのがわかりますね懐かしいですね。まあ全体はこうなってますね。まあオートパーキングつってもね、そんな大層なもんではないですけどね、まあ面白いんでね、買ってみました。まあ中身は基本これだけ、この3つですね。道路パーツと、本体ですね。まあまずはね、電池入れないといけないんで電池を入れていきたいと思います。単4電池2本使用するそうなんでね。定価いくらとはさすがに書いてないかな。いくらで売ってたんでしょうね、当時。ちょっとわかんないですけども。これでね、締めていきたいと思います。あれ、なんで？ん？電池を逆に入れたわけでも、あ、わかった。電池がしっかりはまってなかったからだ。これで入るはず。逆に言えばこれで入んなきゃおかしい。サイズ的にちょっとでかかった。ちょっとでかいっていうか。で、これをこうして、これをこうすると。で、スイッチを入れる。で、ランプが光りましたね。そして、箱絵にはカローラスパシオがあるんで、せっかくなんでスパシオを使って遊びたいと思います。こちらですね、カローラスパシオ。前回かな？前回とか以前動画でね、使った。どのぐらいのタイミングで使ったかわかんないですけどね。はい、こちらですね。まあ、まずは駐車場に、入るとこを想定してね。まあ、こう、駐車券をお取りくださいって言って、こう、行くわけじゃないですか。で、まあ、帰りですね、帰り。さあ駐車券を入れて、全然出れへん。縛るは早くないこれ。ほら当たっちゃってるじゃん。ほっ、めっちゃスピード出してやんないと。一時停止じゃねえぞこれ。ETC だぞ、これじゃ。あ、これ、むちゃくちゃやな。しかも坂これなくていいかな。いけるかな、なくても。よいしょ。なくても、いけるかな。あ、いけますね。ちょっと、車高が低いのはきついかもしれないですけど、車高高いやつだったらいけますね。うん、完全に ETC じゃねえか、これ。一応よく駐車場で見かける料金所の屋根の形はしてますね。で、あと、一応ブザーが、このブザーが鳴ると同時に、このランプも光りますね。一応、まあ、こんな風にやって、自動で下がるんですね。この自動で下がるのはクセモノですが。赤外線がこう、ここで赤外線がね、ビビうるさいな赤外線をね、感知して、ここで、まあ、どこで感知してんだろう。上、やっぱこの上か。この下の穴は何でしょうか。ちょっとわかんないですけど。あ、カメラですと、このカメラですとね、赤外線を感知することができるんでね、見えるかな、ここ。ちょうど赤い光がこう、赤かな。まあ、デジカメとかですと、この赤外線を感知することができるんで、今映ってると思います。この赤いランプみたいの。これがまあ、いわゆる赤外線ですね。リカルの実験とかでやったかな？このテレビの、こう、リモコンとかでも、ほら、今光ったでしょ？これが赤外線なんですね。まあ、その赤外線を利用して、このおもちゃはできてるわけなんですけどもね。まあ、カローラスパシオがね。
まあ、こんな風に。サムネできるんかな、これ。ブーブーうるさいっすね、これ意外と。あれ、箱どこか、ここにあったわ。サムネ凝るか。ブザーがね、とりあえずうるさい。お前、こっから音が出てんでしょ、多分。そうですね。しょうもない音がする。頼りで音がするな。もうでもなかなか面白いですね。これ本来ならば、あの当時発売されてた立体駐車場っていうの、あの立体駐車場っつってもあのタワー式じゃないんですけどね、そういう駐車場があって、あのそこにあのこれを外すことで組み合わせ、ちょっと説明させて。あのここの部分、このプランパーツを外して、これ単体で使うことができるみたいなんですけどもね。まあ、今回ね、紹介してないですけどもね。また次回、どのタイミングになるかわかんないですけども、トミカタウン立体パーキングタイムズ買ったんでね、そちらに組み合わせて遊びたいと思います。で、今回はね、じゃあこれで終わりたいと思います。それでは、最後にもう一回通過させましょう。それでは。